オリアナは1960年に就航したイギリス P&O 社の客船、イギリスオーストラリア間の定期航路やオーストラリア周辺のクルーズに用いられた。また、引退後の1987年からは大分県別府市の別府港に係留され、フローティングミュージアムとして営業した。オリアナは P&O 社の最後のオーシャンライナーである。 イギリス乱火社にあるビッカー・アームストロング社、バローイン・ァーネス造船所で建造され、1959年11月3日に浸水した。オリアナという名は、イギリス女王エリザベス一世の画名である。オリアナの処女公開は、1960年12月、サウサンプトンからシドニーまでであった。オリアナは、当時、イギリスとオーストラリア、ニュージーランド間に就航していた中で、 最大かつ最速の客船であった。大きさでは直後の1961年に就航したキャンベラにその座を譲ったが、速力では引退する1986年まで P&O の船団の中で最速を保った。日本へは1963年4月に初めて寄港した。また、1964年の東京オリンピックの際には横浜港に停泊し、 海上ホテルとして使用された。1973年以降、オリアナはクルーズ船に転用され、1981年から引退する1986年3月までシドニーを本拠地としていた。マリーンミュージアム SS、オリアナ引退から2ヶ月後の1986年5月、ダイワハウス工業が設立したロイヤル海洋観光がオリアナを購入。 オリアナは大阪に開港されて改装を受けた。フローティングホテルとしての営業も検討されたが、改装費やベップル館組合など反対からミュージアムとして営業することとなり、1987年8月1日に大分県別府市の別府港でマリーンミュージアム SS オリアナとしてオープンした。オリアナの優雅な船体は別府港のシンボルとして親しまれたが、 入場料設定が高かったため、初年度の入場者は目標の120万人に対して80万人にとどまった。1993年度には入場者が目標の6分の1に過ぎない22万人にまで落ち込むなど、営業的には成功を収めることはできず、1994年10月24日、ロイヤル海洋観光は1995年3月に、 営業を終了することを発表。営業終了にあたって、船体を大分県別府市に寄贈すると申し出た。大分県別府市側では活用の目途が立たないことから、この申し出が受け入れられることはなかった。その後、売却先として中国やドイツ、イギリスから打診があったが、公的機関として現状変更をせず長く使うという点から、 中国の湖北省新港東港港港務局への売却が決まった。1995年7月17日、オリア穴は、さようならありがとうと書かれた垂れ幕を掲げて、別府湾を離れ、中国へ栄光された。中国では、新港東でレストラン船、クレイアスフとして営業されていたが、1998年末に上海港で再塗装を施され、 翌1999年にオリアナ号豪豪華客船博物館として営業を再開した。さらに2002年からは大連の星海湾公園で大連オリアナ会場主題公園として営業していたが2004年6月16日夜台風6号の影響下の暴風雨のため船体が傾き浸水。修復不能と判断され2005年に解体された。 オリアナの名は、1995年に就航した、P&O 社のクルーズ客船、オリアナに受け継がれた。ありがとうございます。